日本ヤモリは、ハチューコ有林クヤモリカヤモリ族に分類される、トカゲの一種、単にヤモリと呼ばれることもある。中華人民共和に先部、日本、朝鮮半島に分布する。江戸時代に来日したシーボルトが新種として報告した、ため、種相名のジャポーニカスが付けられているが、ユーラシア大陸からの外来種と考えられており、日本固有種ではない。 日本に定着した時期については不明だが、平安時代以降と考えられている。日本の複数の都道府県において、レッドリストの指定を受けている。全長10から14センチメートル。体色は灰色や褐色で、不鮮明な暗色の反問が入る。環境に応じて、体色の濃淡を変化させることができる。全身が細かい鱗に覆われているが、 背面にはやや大型の鱗が散在している。尾は基部に2から4体の大型のイボ状の鱗があり、地切れと再生を行うことができる。体は扁平で、壁の隙間などの狭い場所にも潜り込める。獅子には指ごとに1体の角白板が発達し、垂直なガラス面などにも張り付いて活動できる。以前は日本に分布する、ヤモリ族の構成種は本種のみとされていた。 四国と瀬戸内海沿岸部からタワヤモリ、ヤクシマからヤクヤモリが新種記載された。中華人民共和国では本種とされていたヤモリ類の中に南ヤモリが含まれていることが判明し、後に日本国内でも九州南部以南に分布しているのは南ヤモリであることが判明した。主に民間やその周辺に生息する。都市部では個体数が多く郊外では少なくなり、 少なくとも日本では原生林には生息しない。植生は動物食で昆虫やクモ、もわらじシなどの陸生の節足動物を食べている。天敵は猫などの哺乳類のほか、鳥類や蛇をはじめとする爬虫類である。夜行性で昼間は壁の隙間などで休む。獲物目当てに頭下の周りに現れることが多く、驚くと壁の隙間などの狭い場所へ逃げ込む。 日本トカゲや日本カナヘビと同様、驚いたり敵に捕まりそうになると尾を地切れすることがある。切れた尾は分離50分程度くねくねと動いたり跳ねたりするなど非常に複雑な動きをする。尾は再生されるものの完全に元の状態に戻るわけではなく、元の尾と再生音では視認できる程度の違いがある。冬になると壁の隙間や縁の下などへ潜んで冬眠する。 肺呼吸。繁殖形態は、卵性で5月から9月にかけて1から3回に分けて一度に2個ずつの粘着質に覆われた卵を木や壁面に産み付ける。卵は1ヶ月半から2ヶ月程度で孵化する。生息地では人間に身近な存在で人家内外の害虫を捕食することから家を守るとされ、漢字では 主遇と書かれよく似た名のイモリと共に古くから親しまれていたことが伺える。人間に対しては臆病で攻撃性が低く、能動的な郊外や食害を与えることもないため、有益な動物である。縁起物として大切にする風習もあるが、逆に民家に侵入する深い生物として扱う人々も存在する。捕まえる際は傷つきやすいため、布をかぶせた棒などで追い込み、 小中網などへ落とす。手で掴むと噛みつくことがあるが、小型種の上に骨格が頑丈とは言えず、人間に噛みつくと逆に顎の骨を折る可能性がある。ペットとして飼育されることもあり、ペットショップで販売されることもある。また、爬虫類食の動物に対して餌として用いられることもある。枝や樹皮を立てかけて隠れ家にする。水分は壁面に切りきをして与えるが、 体温を奪う可能性があるため、水は冷えたものを使わず、生体に直接かけるのは避けた方が良い。水容器からは基本的に水を飲まないが、脱皮前には水容器に浸かることもある。基本的に生きた虫類だけを食べるため、本種の飼育にあたっては、名前を常に用意する必要がある。ありがとうございます。